まずコンフォートが入ってない状態を移します。上顎が入ってません。下は一般の入れ歯です。今上顎のコンフォートを装着しました。別に問題はないと思います。食事も結構硬いものも食べますが問題ないと思っています。便然もありません。そういうことでコンフォートがないと私の食生活にはとてつもなく重要で、コンフォートとしては私は最高の入れ歯じゃないかと思っています。